確かに守り、守りスキルなかった。早くないですか、ちょっと。守り性能ゼロ。おい、青出ちゃった。わい、たくそうだな。なんでスロット担当ね、アチャモが。いや、うちマジ紫すぐ出せるよ。なんかそれがスロット得意な2人って聞いたよ。あ、教えてもらった。いや、得意ではないね。あ、得意ではない。得意ではない。得意なのは違うかな。あ、そうなんだ。いや、ウルカさんやるんすか、スロット。僕はやらないっすね。あ、でもなんか小中学校かな、小中学校ぐらいの時田舎出身。 それやばいっすよ。やばいよ、それ配信中だけど今。いや、まだここで切るとやばいやつになるやん。え、ここで切るとやばいやつやん。いや、周りになんか遊ぶ施設とかなくて、でもなんか学校終わったらみんなメダルゲームやりに行くみたいな。ゲーセンで。そうそう、ゲーセンで感じだったんですけど、そこでなんかみんな、ただそのメダルゲームも田舎なんで種類少ないんで、なんかみんな横に並んでスロット打ってたっていうのがありましたね。あ、ゲーセンスロット。あ、そうそうそう。なんで普通のなんかお金でやるみたいなとこは行ったことないんですけど、メダルで。メダルはめっちゃやってましたね。はあ。でも実質メダルも言ってお金で買うんだよね。じゃあ同じかな。じゃあ同じかな。スロットですよ、完全に同じ。やってんのかな、じゃあ。同じね。かも、小中学生ってプロやないか。ね、プロ。出てたよ。ベテランじゃないか。教えてもらうか。いやいや、田舎のせいにされてもね、ちょっと。田舎。田舎なんもないからみんな。鬼ごっこするでしょ、鬼ごっこ。いや、なんか公園もなんかちょっとあれみたいな。あるね。あれあれな公園。はい、スロット担当。担当。任せてください。おー、はい、うまい。うまいうまいうまい。任せてください。マジじゃん。マジじゃん。あ、来た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 。そっち？あ、それね。あ、スロットね。はい。はい。え、マジでうまいやん。え、マジでうまいじゃん。ちゃんとうまいんだけどね。いや、できるんすよ、私。ちゃんとうまい人じゃん。これだけはできます。じゃない？それは。いや、いけるいける。いける？近距離は、すっご、うん、ちゃんと紫。取っちゃった。ごめんなさい。何も考えて取ってない。睨んでました、今。すいません、すいません。いいんですよ。二度としなければ。怖っ。